さて、前回の続きでございますよ。いやー、新しいシリーズでやってるんですけども、ついついストーリーを進めちゃうんだよね。今これチャコちゃんとパーティー組んでる状態で、まだ拠点には行ってない状態なんです。もしも僕が古のビルダーだったら、サブタイトルがビルドするならね、ビルドしたものはね、なるべくね、ストーリー上でね、生かしたいなみたいな、そんな感じです。とりあえずね、アリンコちゃんで、アリンコちゃんでね、小麦の種を稼ぎたいなと思ってるんですけど、シド君がね、アリンコちゃんをやっつけないようにしたいんですよ。そこがちょっと難しいところなんですけどね。アインコちゃんがまだね、いるんだけど、シロ君に来てもらいたくないんだよな、ここに。シロ君はカニと戦っててもらって、それで、アリをおびき寄せたいんだけどな。カニがいなくなっちゃうとね、ダメなんです。来ねえかな、こっち。アリがこう向かってきてるところでカニと戦う。カニちゃんこっち。こっちカニちゃん。カニちゃんこっちよ。アリちゃん来てー。これがね、ちょっとね、微妙なとこな、シド君が戦う。リセットされちゃうんだよね。カニがね、あとね、もう一匹ぐらい行ってくれるとな、いいんだよな。アリがリセットされちゃうんだよね。あのカニ来ないかな、こっちに。
もういいや、ここはキリがないよね。あー来ちゃった、シドウ君が来ちゃった。カニと戦ってもらいたいのに。もういいや、ここはもうここではやらない。ここは取りに行ったんですよ。こっち行っちゃうかな。でも種を見つけてもしょうがないしな。強敵と戦っちゃおっかね。強敵と、強敵と戦うな。こっちだね。まだ行かない。そこら辺の宝箱はね、単位だからね、まだねいらないんです。こういうところね、再建とかもしたいんですけどね。再建はだからアイテムがね溜まってからやりたいんだよね。再建するために、あ、シド君がいない、あ、いるか、いない時にアリのとこに行ったらねうまくいくんだよね。たまにバグってよっ。
コン。チャコちゃんとね、パーティー組めるのはこの時だけなんですよ。クリアするまでできないんで。まあ、チャコちゃんは戦うことはできないので、パーティーに組んでてもしょうがないんだけど。どこに行ってもね、しょうがないね。まあビルダーズパズル解くぐらいだったら今やってもいいかもしれないけれど、それはいつでもできるからな。今 やるべきことはね、やっぱりビルドだね。ちょっと拠点に行ってまだあのポンペたちに話しかけなければこのパーティーは維持されますので、茨持って来てないからな。あ、これくっつく。シノクの強い武器はもう渡してるよね。渡してなかったっけな。なんで一緒になってんの。
一応持っていこうか。食料が尽きたら作れるように。やっぱりね、今はビルドしたいので、ちょっと材料を発掘していきますね。今この時点でできるビルドはこういう岩を使ってやるしかないんですよ。いやー、時間が来ちゃった。